皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですね月曜日ということでゆっくりお休みさせていただきました。はい、今日からまたですね、頑張っていきたいなと思います。はい、それでは今日の一曲なんですけども、以前あの川島英吾さんのね野風像歌った時にですね、まあ、次は川島英吾さんの曲この曲歌いたいなってこう決めてたのがあったんですけども、まあ、先日リクエストもあったので、あ、じゃあ今日歌ってみようと思いました。それでは、今日の一曲はですね川島英吾さんの酒と涙と男と女、まあ、これは僕個人的なんですけども、あのこの曲長渕さん風に歌ったらすごく響きそうだなっていう、思いがありまして、長渕さん風に、歌ってみようと思います。それでは行ってみましょう。川島英吾、酒と涙と男と女。忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことやどうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょう。また一つ女の方が偉く思えてきた。また一つ男のするさが見えてきた。お、俺は男、泣き落とすなんてできないよ。今夜も酒を煽って眠ってしまうのさ。お、俺は男、涙は見せられないもの。飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。はい、ありがとうございます。
いかがだったでしょうかね。僕のもう勝手なイメージなんで、あの長渕さんの歌い方で歌ったのを聞いてみたいなっていう、そういうイメージでちょっと歌ってみました。いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは、タニーさん、すごい、限られた時間の中で練習されてよくあそこまで夏のクラクション、歌っていただけてと、ね、まだまだね、稲垣純一さんっぽさはね、まだまだ足りないんですけどね、はい、ただただ嬉しい限りです。ギターの音色も、またナイスです。ありがとうございます。もうたまらない感覚に陥っちゃいました。嬉しいですね。タニーさんの裏声が、トッポジージョの声そっくり、もう涙がちょちょ切りそうでした。トッポジージョって何ですかね。トッポジージョなんか聞いたことありますけども、私びっくりしたんですが、尾崎豊さんの歌われた歌、視聴率が、断然高いなって思ってたら、今浜松の夏の終わり、が抜いてますよね。で、夏の終わり結構あの1000回近く行ってますよね。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、メノラブさん、いつもありがとうございます。ダニーさん、こんにちは。稲垣純一さんの夏のクラクション素敵でした。懐かしいな。ダニーさんのファルセット裏声面白かったし、柴犬になってたしと、ありがとうございます。手振り付きでもうええわってのも、ドラマティックレインクリスマスキャロルの頃も好きな曲です。あ、いいですね。平井堅さんの歌も、楽しみにと、ありがとうございます。高校野球仙台育英優勝おめでとうございます。本当ね、僕ももう見てたんですけども、あの感動しましたね。まあ仙台育英がね、優勝して、あの東北にその優勝旗が渡ったっていう喜びもそうなんですけども、実は僕はあの一関、国際、一関国際高校の、 あの中井君っていうピッチャーね、あの彼をね、なんかこう陰ながら応援してたんですよね。まあ仙台育英に勝ってほしいなっていうのはあったんですけども、なんかね、ちょっと最後後半ね、大量点が出てしまって、ああもうこれはちょっと厳しいなっていう状況になった時のね、こう、なんていうんですかね、あのどうしようもない悔しい、感じのね、こうなんか、それでも頑張って投げてたあの中井君を見ててね、もうそっちの方で感動してました。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。今日の一曲、ライブ配信楽しみにしてます。はい、ライブ配信はですね、明日の、夜9時から、やりますんで、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。元旦那さん、いつもありがとうございます。タニーさん、おはようございます。夏のクラクション、この曲は多分稲垣純一しか合わないようだけど、そうですね、あの歌い方はなかなかできないですよ。僕も、だいぶね、あの寄せるようにやってみた。なんか僕が歌ったらどっちかというと、あの山下達郎さんみたいな感じになってましたもんね。はい、今でも元気で歌ってて、あ、そうなんですね、あの何とも言えない声、谷さんがモノマネできればいいんだけどとね、もうちょっと極めてみようかなと思いますね。はい、もうちょっとなんか、あのなんて言うんですかね、こうあんまり口を開かないような歌い方じゃないですか。あれって本当難しくて、まあちょっと挑戦してみます。はい、私はついに今日から仕事始まりました。あ、残念残念。はい、案の定、腰と膝めっちゃ痛いです。何をしたんですか。ダニーさんの動画見終わったら、ツボマッサージ、整体系の動画を見なきゃと。ね、はい、ね、ぜひ、無理せず、無理しすぎないように、お願いします。はい、ありがとうございます。おぼろ0617さん、いつもありがとうございます。タニーさん、ケンジさんファミリーのおぼろです。おぼろイコール QR コードみたいに見えるので、QR コード呼びでいいですよね。QR コードさんって呼べばいいんですか。面白いですね。名前呼んでいただいてめっちゃ嬉しかったです。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ファルセットからの志村けんの下り、そしてまさかの、クロマティ、笑っちゃいました、懐かしいクロマティ昔ね、クロマティに似てるって言われてたんですよ、小学校2年生ぐらいの時に、小学校2年生ぐらいの時ですよ、クロマティに似てるってね当時はね、もう青森はもうほんとジャイアンツだけしか、もうほぼジャイアンツの試合しか見れないっていうのもありましたからね。そして何より歌が稲垣潤一さんって独特な声と歌い方ですよね、素敵でした。あと横に猫ちゃんが、猫ちゃんじゃないんですよね、ワンちゃんなんですよね、この人なんですけど、はいはいはい、こんにちは、ボストンテリアのヌーノでーす。怒ってるね、はいはい、ワンちゃんなんです、はい。名前は何ちゃんですか。まあ猫ちゃんもたまにねちらっと映ったりするんですけど、猫ちゃんの名前はオリアンティって言います。オリアンティ、マイケル・ジャクソン の最後のライブでギタリストやった人ですね。オリアンティという綺麗な、女性のギタリストの名前です。はい、私も谷さんのうちの猫になりたいですねえ、もううちも今3匹いるので、もう限界です、ちなみにうちは3匹男の子ばっかり、猫ちゃんいますよ。うちはですね、ワンコは男の子なんですけど、2匹猫は女の子です。なので女の子のねギタリストの名前をつけたんですけど、だいたいうちのペットはですね、ギタリストの名前なんですよ。長男が、タック、次男がヌーノ、そして長女が、オリアンティと、かわいいです、はい、ありがとうございます。クワモンさん、いつもありがとうございます、クラクションつながりで尾崎豊の誰かのクラクションとかいかがでしょうか。あ、いいですね、いいですね。でも誰かのクラクションはですね、相当練習しないと歌えないですね。まあ尾崎豊さんの歌の中でも本当3本の指に入るぐらい難しい歌だと思いますね、誰かのクラクション。どん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 メロディーラインが変わっていくんですよね。で、どこが A メロで、どこが B メロで、どこがサビでっていうのがちょっとすごい難しい歌だなと思います。似たような感じの曲で、わけっていう曲もあるんですけど、それもまた難しいですね。ほんと相当練習しないと。わけもね、歌ってほしいっていうリクエストは来てたんですけども、なかなか歌えずに、ちょっとじゃあ、尾崎豊さんの難しい歌シリーズみたいな感じで、今度やってみようかなと思います。誰かのクラクションリクエストありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。シティポップ、昔一人暮らししてた頃は浜田さんの音楽、片岡芳雄の小説、鈴木エイジンの絵画、はい、なんか都会的な気がして、居心地が良かったね、鈴木エイジさんの絵、絵画はですね、確かなんか直接もらった、前のお店になんか直接もらったっていうなんか絵画があったような気がしますね。当時はね、あのポップなね感じの、海のね絵がすごい流行りましたもんね。山本達彦さんはどこに行ってしまったのでしょうね山本達彦さんどこ行ったんでしょうね。マテンローブルースもね、山本達彦さんの歌なんですよね。すごいイケメンですよね。はい、どういったんでしょう。まあ今度マテンローブルースもちょっと歌ってみようと思います。はい、ありがとうございます。菅田さん、いつもありがとうございます。おはようございます。全然歌の感想ではないんですが、ダニーさん、志村けんさん似てます。高校野球ですが、東北に優勝旗が、来ました。その決勝戦で、育英高校が、聖光学園の、応援曲であるグリーンの奇跡を演奏してくれたのです。その思いが、福島県人として嬉しかったですね。
残念でしたよね。もう本当なんで準決勝で東北同士の戦いになるんだっていうね、あれが決勝だったらよかったのにってね、まあ東北人の勝手な思いですけどね。まあ結果残念な結果でしたけども、本当聖光学院の頑張りもねすごかったなと思ってます。まあね、菅野さんのとこだと思って、応援してたんですけどね。はい、まあでも本当にね、今年のやっぱり3年ぶりっていうのもありますから、今年の高校野球は本当に感動させていただきました。はい、ね、高校球児の皆さんありがとうございました。ケンジ02さん、いつもありがとうございます。タニーさん、こんにちは。正直この曲生まれて初めて聞きました。ワッチさんや、夢花火も、タニーさんの動画で初めて知りました。同様に若い子に昔の知らない名曲が伝わるといいですよ。そうですね、まあ尾崎豊さん、浜田省吾さん中心にねやってるのも、もう若い子たちにも聞いてほしいなっていう、あとは知らない人、勘違いしてる人、そんな人たちに聞いてほしいなっていう目的もあって、聞いていただいてたので、なのでケンジさんみたいにですね、僕の動画を見て知らないこんな名曲があったんだっていうのを気づいていただけたらね、一番やってる意味がありますね。本当励みになります。ありがとうございます。昔は奈良も、巨人ばかりでしたね。昔はみんなそうなんですかね。幼少期は俺らも巨人ファンでしたよと、今は天敵ですがね、タイガースですからね。楽天や横浜の応援をどうかよろしくお願いします。まあこの辺はね、まあ今茅ヶ崎なんで、この辺の人たちはやっぱみんなベイスターズです。ベイスターズの応援してる人が多いですね。冗談ですよ、自由ですしねとまあそうですね、マジックが点灯するあたりからね、たまに見たりもするんですけどね。なんか今はあれですね、DeNA がね2位らしいですよね。で3位が阪神タイガースっていうことで、まあ DeNA とベイスターズとね、 DeNA というなんか名前の響きがあんまり好きじゃないですけど、ベイスターズと阪神がちょっと競ってて、ヤクルトがちょっといい感じで、トップを走ってるって感じなんでしょうね。はい、ねえ、まあケンジさん、阪神タイガースね、すごい応援してますんで、僕はやっぱりね、この土地に来てしまったからにはね、神奈川といったらね、やっぱりベイスターズですから、応援したいなと思います。敵ですね、敵。はい、仙台育英、おめでとうございます。今日も明るいタニーさん、絶対いいことありましたって、2回目の。ね、まあいつも能天気ですよ、まあ、血液型 B 型ですからね。はい、まあ本当に寝起きで収録するときはね、もう寝て起きたばっかりだから、あんまり頭も回ってないという時ありますけどね。はい、追伸、志村けんさん真似で笑いを、森山涼子さんは完璧な、歌真似さすがでした。ありがとうございますね、楽しんでいただけて、嬉しいです。はい、皆さんコメントたくさんありがとうございます。今日はですね、ちかまるって言ってね、月に一度、トルコアンプのワークショップとか人気なんですよ、これがまた、ね、あとは美味しいステーキハンバーグとかね、焼き鳥弁当とかあるので、まあ、今日も賑わうんじゃないかなと思ってます。はい、まだ週がね始まったばっかりですから、明日、夜9時から、ライブ配信しますので、今週も、頑張って楽しんで頑張っていきましょう。それではまた明日。